僕はふと思うことがあります。 YouTube でグスティ・アユスリ・ビダニというバリブ島のサイトを立ち上げているのは一体なぜなんだろう。もしも僕が亡くなって200年300年経ってもウェブ島サーバーが続く限りレゴン舞踏の素晴らしさが後世に伝わっていきます。そして iPhone のアプリとしてパワーウブドを作ってみんながそれを見てくれればバリ島のレゴン舞踏が一番華やかだった頃のエッセンスが全て詰まっています。それを残すために僕は15年人生の集大成ともいえるようなライフワークを続けているのです。もし機会があればアップストアの iPhone ソフトパワーウブドもアクセスしてみてください。とりまかし。